エモエモ、こんにちは、エモコです。今回は私がよく描いているキツネ耳の女の子を 3D 化してみたいと思います。使うのは無料アプリの Vloid Studio です。 Vloid Studio は 3D のキャラクターを簡単に作れるアプリで、2018年にベータ版が出た時に講座動画を出しています。最近正式版にアップデートされて、ケモ耳のキャラクターが作れるようになったので、その機能を使ってキツネ耳の女の子を 3D 化してみたいと思います。 Vloid Studio はお絵かき感覚で髪の毛を作れたり、パラメーターを調整するだけで 3D のキャラクターが簡単に作れるので、 3D アバターを作ってみたい初心者の人におすすめです。特に体を動かすためのボーンやウィートの設定などを自動でやってくれるところがすごく便利で、ベータ版の頃から使わせてもらっています。それでは実際に作った 3D アバターを動かして遊んでみたいと思います。 Vloid Studio で作った 3D は VRM という形式で書き出せるので、 VRM に対応しているアプリに読み込んで遊ぶことができます。というわけで、まずは VWorld というアプリでうちの子の可愛さを皆さんに伝えたいと思います。VWorld は無料で使えて操作も簡単なので、サクッと自作したモデルを動かしてみたいときにおすすめです。おお、ちゃんと動いた。この子の名前はまだ決めていないので、とりあえずキツネちゃんと呼んでいます。性格は臆病なところがあるけど優しい女の子で、紅茶と甘いお菓子が好きという設定です。少し困った眉毛と釣り目がポイントです。前髪の生え際のところをイラストと同じように少し浮かせたかったのですが、なかなか難しいです。趣味は料理で和食が得意です。クッキーやケーキなどのお菓子も作れるので、お友達にあげたりしています。 Vloid Studio は今のところ尻尾をつけられないので、いつか尻尾をつける機能が追加されたら尻尾を生やしたいと思います。せっかくなのでキツネちゃんのお友達も作ってみました。みんなまだ名前は決めていないので、いい名前が思いついた人はコメントしてもらえると嬉しいです。名前をつける時の参考にさせていただきます。まずは狼ちゃんです。クールでツンデレな女の子です。面倒見が良くていい子です。好きな食べ物はお肉、嫌いな食べ物は野菜です。着ている服は実は制服で、キツネちゃんとお友達はみんな同じ学校に通っています。まだちゃんと決めていないのですが、自然豊かな場所にある学校で生活しているイメージです。多分高校生で、制服の色で学年が違うかもしれません。 Vloid で狼ちゃんを作るのが大変だったところは髪の毛です。プリセットのツインテールから調整しようとしたのですが、髪の結び目のところに向かって髪の毛が引っ張られるように調整したり、バランスを見ながら毛先を巻くのが難しかったです。それでも一から作るよりは簡単だったかなと思います。次はウサギちゃんです。小柄で可愛らしい見た目ですが、少し強気でダークな一面があります。甘えん坊でおしゃべり大好きです。こだわりが強く、自分の意見ははっきり言うので、わがままな子だと思われがちです。ピンチの時はライオンちゃんに助けてもらいます。キツネちゃんと仲がいいかもしれないです。好きな食べ物は野菜、特に人参が好きです。この 3D モデルを作ってて驚いたのがウサ耳です。先にキツネちゃんを作っていたので猫耳があるのは知っていたのですが、ウサ耳まで用意されていたとはびっくりしました。しかもこの耳、折り曲げたり垂れ耳にできるんです。すごい。ちなみに人間の耳は顔のパラメーターの耳を消すで消せます。ベータ版では耳を消すことができなかったのでアップデートされて嬉しいです。ですがベースヘアに穴ができてしまうので、私は髪の毛で隠しています。髪の毛の裏側の色を変える方法やヘアアクセサリーの作り方はアバターサンプル B を参考にしました。サンプルモデルのデータを開いてみると、
勉強になるので、どうやって作るのかわからない時にはおすすめです。 Vloid Studio のベータ版をダウンロードして起動したら、サンプルモデルのデータを開いてみることができます。ゼロから作るのが難しい場合には、サンプルモデルを改変してオリジナルキャラの 3D モデルを作ってもいいみたいです。公式サイトの利用規約をよく確認してからご利用ください。ベータ版で保存したモデルデータは最新の Vloid 正式版で開いてコンバートすると使えます。こちらはライオンちゃんです。ライオンのイメージのまま、ワイルドで明るく元気な女の子です。頼れるお姉さんで人気者です。誰とでもすぐ仲良くなれるのですが、割と大雑把で適当です。細かい作業や料理は苦手ですが、運動は得意です。好きな食べ物はお肉。空腹時に近づくとイライラしていて危険なので、休み時間にはキツネちゃんがおやつを差し入れしています。Vloidで作るのが大変だったところは、ファスナーが開いたパーカーです。衣装テンプレートにはファスナーが閉じたパーカーしかないので、テクスチャの前部分とフードの上の方を消して作りました。中の白シャツはアダのテクスチャーに書いています。横から見ると違和感が出ますが、正面から自然に見えるように頑張りました。最後にパンダちゃんです。おっとりとした性格で恥ずかしがり、普段はニコニコしているけど怒ると怖い。意外と力が強くてよく物を壊します。好きな食べ物はタケノコ。山歩きが趣味で、山菜やキノコを採取するのが好きです。取ったキノコはキツネちゃんに料理してもらいます。こっそりカーディガンの後ろに尻尾を描きました。遠目に見たらいい感じです。今のところ Vloid Studio でアクセサリーとして付けれるケモ耳は猫耳とウサギ耳で、パンダやクマのような丸い耳はありません。猫耳を丸く調整してもライオンちゃんの耳の形が限界だったので、今回は髪の毛でパンダ耳を作りました。クマのキャラも作りたいので、クマ耳が追加されたら嬉しいです。今までは動画の中で描くイラストがキツネちゃんしかいなくて少し寂しかったのですが、これからはこの5人をチャンネルの看板娘として、お絵描き講座の動画などで描いていきたいと思います。もしこの子たちを描きたいなと思う人がいたら、描いてもらえると嬉しいです。 Twitter でハッシュタグをつけてツイートしてくれたら見に行きます。というわけで、今回は Vloid Studio でオリジナルキャラクターのイラストを 3D 化してみました。 Vloid Studio は髪型や服などが最初から用意されているので、初心者の人でも簡単に 3D アバターが作れると思うので、よかったら挑戦してみてください。 Vloid Studio のリンクは概要欄に書いておきます。以前 Vloid Studio の使い方動画も何本か投稿していて、ベータ版の頃の内容ですが、作業の流れがなんとなくわかると思うので、気になる人はそちらも見てみてください。この動画が楽しめたよという人は、チャンネル登録や高評価、コメントなどしてもらえると動画を作る励みになるので、よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。